おいエリナこの人形買ってもらったのか。お前の親父やぶ医者のくせに儲けてっからな。どらよし人形の服を脱がせてやるぜ。あそこが本物と同じかどうか見てやる。泣いてエリナエリナ泣き虫エリナやめろ。人形を返してやるんだ。このジョナサン・ジョースターには夢がある。エリナの知り合いか。知らない子だが僕には戦う理由がある。何ほどなくして父親がジョルノを殴らなくなった。してやる。僕は悔いているんだ。今までの人生を貧しい環境に生まれ育ったんでくだらん野心を持ってしまったんだ。バカなことをしでかしたよ。育ててもらった恩人に毒を持って財産を奪おうなんて。その証に自首するためにも他人の顔色ばかり伺っている子供に一人の人間として敬意を示した付き合いをしてくれた。両親から学ぶはずの人を信じるという当たり前のことをジョルノは無言の他人を通じて知ったのだ。